たかが動画一つ、徹夜で作ってみせる。バカなことはやめろー。やってみなければわからん、とけつ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回はジェガン解説後編となります。前回解説しきれなかった部分と、バリエーションに関して詳しく解説していくぜ。30年以上地球連邦軍で運用されたから、バリエーションも豊富なんでしょうね。まあ、どちらかといえば年代に合わせて改修したって感じかな。なるほどねー。それだけ優秀な機体だったとも言えるわね。そうだぜ。では、そろそろ解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、RGM-89、ジェガン、になります。では、前回解説しきれなかったことを解説していくぜ。まず頭部に関しては、メインカメラはバイザータイプだが、奥には固定式のモノアイが装備されているぜ。ジムでモノアイなの。その辺の理由としてはアナハイム、エレクトロニクス社がもともとモノアイ式の量産機を、生産していたのとコストの問題だろうな。ああ、なるほど。モノアイの方がカメラ数少なくてコスト削減になるしね。ただ、それでは不十分だったためか。学部には長距離用センサーを採用しているぜ。あとガンダムタイプなどに見られたオプティカルシーカーを採用しているぜ。こう見るといい意味で連邦とジオンの技術が融合しているわよね。そうだな。やはりどちらか一方だけでは技術の限界があるしな。他の部分の解説としては、前回の解説で触れた部分で新型バックパックにより高い推進力と、運動性を有しているがさらに補給時には器具ごと交換することで、迅速な戦線復帰を可能としているぜ。これはより兵器としての機能を高めたって感じね。そうだな。継続戦闘能力と迅速な補給による戦線復帰は、現代兵器でも重要な機能だしな。あと下半身の構造は、バーザムからの技術的な影響を受けたものとなっており、フロントスカートを省略したため関節部が露出する結果になったが、そのおかげで脚部の駆動抵抗を低減しておりさらに、軽量化にもなったため結果的に運動性が向上しているぜ。これは意外な効果よね。本来は脚部を守るために、フロントスカートは必須なんだけどね。そうだな。ただ空間戦闘であれば脚部による歩行はないので、軽量化の方が結果的に良かったんだろうな。そしてこれだけ完成度の高いジェガンは、新型のサブフライトシステムとの連携をすることにより、長距離移動任務も可能になったんだぜ。へえ、この新型サブフライトシステムはどんな機能があるのかな？では、その辺についても詳しく解説していくぜ。このサブフライトシステムは、89式ベースジャバーと呼ばれる新型の宇宙用サブフライトシステムになるぜ。これまでもサブフライトシステムは様々なものがあったわよね。そうだな。89式の場合まず、このサブフライトシステムのおかげでモビルスーツの行動半径を3倍に伸ばすことが可能で、モビルスーツ輸送に特化しているため武装はついていないぜ。これはすごいわね。3倍の移動半径を確保できるなら、可変機が衰退した理由もわかるわ。そうだな。89式はさらに上下にモビルスーツを1機ずつ搭載可能で、コクピットも備わっているが基本はモビルスーツ側からの操作をするぜ。さらに機体後部に固定ブースター、そして機体下部にプロペラントタンクを装着することで、航続距離をさらに延長することが可能だぜ。これはすごいわね。本当に戦艦や巡洋艦以外での運用も、この時代から本格的に始まったと言っても過言ではないわね。そうだぜ。さらにこの89式自体を敵集団めがけて突撃させれば、推進剤と機体質量のおかげで攻撃に転換することも可能だぜ。なるほど。そういった運用もできるのね。まさにジェガンは、
従来の高機動モビルスーツや高火力モビルスーツ、さらに可変機など様々なデータを元に開発された、ある種本格的な兵器として誕生したモビルスーツとも言えるな。様々な状況で運用できて、武装も変更可能。さらにサブフライトシステムとの連携も想定しているからこそ、地球連邦軍に正式採用されて長く使用されるって話なのね。そうだぜ。そして長く使用されるため、様々なバリエーションが生まれるんだぜ。では、そのバリエーションの一部を紹介していくぜ。まず、RGM-89B、ジェガンカイ、だぜ。これは100式の設計思想を取り入れてフレームから再設計した機体になるぜ。やっぱ100式はすごいのね。100式のコンセプト自体は100年後も残っていると言ってもいいからな。主な特徴を一覧として挙げておくぜ。なるほどね。どちらかといえばジェガンという名の別なモビルスーツよね。そうだな。で、次は、RGM-89A2、ジェガン A2 型、だぜ。これは初期型ジェガンをベースに推進機能を中心に改良した機体になるぜ。初期型？さらに初期ロットは不具合があったもんね。そうだな。変更点としては脚部やバックパックの形状が後の R 型に似ており、さらに肩部がやや O 型、バルカンポットがセンサー付きになっている点かな。さらにシールドも R 型以降のシールドと同型になっているぜ。これはある意味の地の改良型の前の機体って感じね。そうだな。数十年後に J 型、M 型、R 型というのが登場するからな。そして3年後に運用されていたのが D 型だが、これも別な機械に解説するぜ。パッと見形状が結構変更されているわね。そうだな。これは乾燥を前提としているからって話だな。そして次に解説するのは RGM-89S、スタークジェガン運用試験機になるぜ。これは別名プロト、スタークジェガンとも呼ばれているぜ。なんというか見た目がまたえらく変わったわね。プロトスタークジェガンは対艦攻撃型で、量産性を度外視した少数生産機になるぜ。胸部追加装甲は一体構造となっており、左右並列式の複座型コックピットが導入されているぜ。やっぱ複座はダメね。これコックピットが前に出すぎじゃ。だから後の世のスタークジェガンは短座になっているぜ。で、通常は対艦ミサイルランチャーを使用するが、プロトスタークジェガン最大の特徴なのが、背中にある巨大な大型ミサイル。これは、核弾頭搭載のミサイルになるぜ。いや、南極条約どこ行った？まあ、ほら、あくまでテスト機なので。プロトスタークジェガンはどちらかといえばジム3のような、支援機に近いわよね。そうだな。ただ武装はかなり増えているけどな。あと他には RGC90、ジェガンキャノン、だな。ジェガンキャノンの特徴を挙げておくぜ。さすがにバリエーション多くない？一年戦争時ならわかるけど、この時期にこの数はおかしいって。まだまだあるんだぜ。ホワッツ。あと他にも漫画などに、これだけのジェガンがあるぜ。あのさ、軍縮しているんだよね。これだけの数はおかしいって。そうだな。単一機体でのバリエーションなら一年戦争並み、いや、それ以上かもしれないな。本当に恐ろしいほどの拡張性があるのね。そうだぜ。まだまだジェガンは解説する内容があるからな。ただ、後の世のジェガンはまた別の機会に解説するぜ。後の世ってことは戦いには勝てなかったのね。そうだな。実質引き分けかな。なぜか、新たなる戦いの火種を感じる。第2回いかがでしたか？ジェガンの後編ということでバリエーションを紹介したが、大半が玩具化していないためのイメージになってしまったぜ。バリエーションが生まれるのは嬉しいんだけど、せめて立体化はしてほしいわよね。そうだな。一応 CCAMSV ということで展開しているらしいが、
実体化している機体が少ないからな。漫画ならわかるけど公式で展開するなら立体化はしてほしいわね。そうだな。次回解説するモビルスーツもバリエーションがものすごく豊富だしな。見た目からすると新生ネオジオン軍のモビルスーツかな。そうだぜ。では、次回は新生ネオジオン軍の主力量産機の解説になるぜ。今までのと比べると堅実な量産機って感じね。そうだな。設計しそうならあの一年戦争時のモビルスーツに近いからな。では、また次回までお楽しみにお待ちください。また次回お会いしましょう。では、ゆっくり解説次回。キラ、動画。ある意味今後のスタンダードになる敵メカなのだ。